名琴写本。著者及び翻訳者は不明。15世紀に英語訳。人類の誕生するおよそ5000年前に地球を支配していた種族の残したもので、氷河期以前に北極圏に存在したロマールの民が、人間の言語に翻訳した。そのロマールの民が、ノフ、継続に滅ぼされた時、最後の1冊が玄武教、ドリームランド、に持ち込まれ、現在ではウルタールの古の者どもの神殿にて僧侶アタルが保管している。ウルタールの賢人バルザイは、玄武教に住まう大地の神々についての多くのことをこの書から学んだという。ハイパーボリアには、エイボンの書を保存した宗派と結びついていたある秘密宗派にロマールからもたらされた。内容はイースの大いなる種族やツァトグア、イタカ、カダッスに関する言及。交際民による精神操作の方法、時間素行薬の製法、アフームザーの地球到来までの詳細。写本の一部には外なる神、半身の印や名琴五角形といったものが記されていて、第8段編には無休にして無敵の神聖ラーンテゴッスに関する詳細な記述が存在する唯一の書物でもある。マサチューセッツ州アーカムのミスカトニック大学附属図書館など、ヨーロッパ及びアメリカ合衆国の主要な図書館に、想定された英語の写本が合計5部保管されているが、いずれも不完全版である。